ネゴロ塗りは日本の塗装技法の一種であり、黒漆による下塗りに、朱漆塗りを施す漆器である。名称は和歌山県のネゴロ寺に由来する。ネゴロ塗りによる湯桃、これらの工芸品は使い込まれることで赤い朱シュが徐々に、または不揃いにすり減り、年月による自然な効果が生み出されることでその価値が高まってくる。本作はバーミングハム美術館所蔵である。 鎌倉時代、高野山における対立により、木の国根頃寺に本拠を移した、新義新言衆の倉庫が、寺内で使用するために制作した漆器が有名となったため、広く、シュール式が根頃塗りと呼ばれるようになったとされる。一般に、古いシュール式では、表面のシュール氏が摩滅して、下地に塗られた黒漆が所々露出し、模様のように見えることが多い。 これを人為的に再現し、朱塗りの中に黒い部分が浮かぶのをデザインとして見せることも行われている。1585年、豊臣秀吉の寝頃攻めにあたって、漆器職人たちも寝頃を退去し、海南黒へ、和島、薩摩等に移住して、それぞれの土地に漆器の技法を伝えたとされる。朱漆をかけず、黒漆のまま仕上げたものは、黒寝頃と呼ばれることがあり、 茶道具として珍重される。和歌山県は木材が豊富なこともあり、ネコ路地以来の伝統産業として漆器が作られ続けた。高度成長期にはいち早くプラスチック成形やスクリーン印刷による巻絵等、近代的な技術を取り入れた。これにより昭和50年代の最盛期には200億円規模の売り上げを誇った。しかし、 このことが、かえって伝統技術の継承者を減らす原因となり、やがて安価な中国製品が輸入されるに及んで、急速な衰退を招いた。そこで、県は伝統技術を保護し、地場産業としての発展を促進するため、1929年からあった漆器試験場を、1997年に漆器研究開発室に改組し、 ネゴロ塗りを含む奇襲漆器の技術伝承、商品開発、人材育成を行っている。また、岩出市は、ネゴロ寺に隣接して、岩出市民族資料館を設置しており、館内のネゴロと工房では、製作工程の見学も可能となっている。ありがとうございます。